A 級順位戦、5時台に終局する、に対するネット民の反応。A 級順位戦で中村八段と木田八段が対局。中村八段が序盤からペースをつかみ、巧みな金の動きで後手陣を攻略。夕食休憩前の午後5時35分に投了という、異例の速さで終局しました。なお、木田八段は最後の一手詰めに至るまで指すという、これもまたプロでは珍しい光景が見られました。第1応目。残留の可能性がかなり上がった。木田はここずっと体調が悪そうだな。互角で投了の批判に応えて、詰みまで指したのか。こないだの対局で早投げが批判されたから、今度は詰むまで指してしまったのか。はいはいこれでいいんでしょと意地張った子供か。プロが公開対局でもないのにここまで指すのか。木田大丈夫か？ A 級順位戦が棋王戦より早く終わるなんて。棋王戦よりも早く終わる A 級順位戦ってしょぼん。最近は稲葉とか毎年誰かやってる印象。会長がダニーに食らった時はひどい将棋ですいませんって謝罪してたな。木田メンタルやばそうで心配。待機切れてなかったか？どういう心境だったんだろうな。さすがに相手があることだから YouTube での言及は避けるか。しかし A 級順位戦は混沌としとるのう。木田はこないだの早投げといい調子悪いのかね。なんか普通に精神状態が心配。メンタル的な何かとしか思えんね。ちょっと心配。22歩刺したあたりからなぜ投げない？ってチラチラ見てたから待機多分切れてる。木田おかしいだろ。詰みまで刺さないだろ普通。詰みまで刺すって変だよな。早投げよりなんかやばい気がする。木田は残りが A 級でも上位陣ばかりなので、下手すると高級ありそう。まりかに何かあったのかと思ったけど順調に勝ってるな。木田自身悩み事でもあるのか？もしかして、マリカが勝つと千田勝てなくて、千田が勝つとマリカが負けてバランス取ってしまうのか？中継アプリ見てて思ったけど、詰ましても投了っていうのかな。千田が投了したという表現が気になるので、一応、連盟の対局規則を見てきた。第6条第1項に対局は詰みまたは相手の投了によって終了する。とあるので、厳密には99手目3一飛成が刺された瞬間に対地の勝ちのようだ。太一がなんか3一飛成せずに溜めてガサガサ身振りしてた時、鍋も隣を乱して飛車鳴った瞬間目をそらしたのがハイライト。相手のポカもあったけど太一が完全に作戦勝ちしてな。天国の師匠も喜んでいることだろう。地獄定期。それはそうと、A 級でこんなに早く終わるのも珍しいな。はじめ先生と一緒に雑談で補足してくれるとありがたい。一手詰めの局面で中村太一があえて時間使っているのが、動画に残っていて太一の心境をよく表している。まさに盤上の人間ドラマ。太一が定時なので帰ります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。